見てもらえてないんですけど。ちょっとシオンちゃんには言いづらいんだけど、今回のシオンちゃんのハンター姿はカットね。はあ、いやちょっとなんでなのよ、シオン頑張ったんだから。できれば尺的にも見せたかったんだけど、今回はシオンちゃんの動き的にも働きっぷり的にも、面白くもなんともなかったのよ。それだか作れなくてごめーん。ということで前回に引き続き、今回の中国四国地方編でも、こちらの10名のゆっくり実況者さんと遊ばせていただきます。ハンターシオンちゃんの勇姿は見れなかったけど、シオンちゃんの課題は隠れることなのよね。シオンちゃん多分今回で全ての地方が終わるから、最後に優秀の美を飾りましょう。今回最終回なの？むむむ、それは気合入るな。見てなさい、解禁賞のシオンの経験を生かして、絶対に最高の逃げ切り方をしてやるんだから、最終回でシオンが無事逃げ切れると思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくなんだぞ。でもシオンはすごいな。この企画解禁賞なんだろ？それでまだまともに逃げ切れたことがないのはさすがすぎるんだぞ。隠れるの下手すぎた。よしでも見てなさい、今回こそは絶対に逃げ切ってやるんだから。てかもうあんまり覚えてないから過去の動画ちょっと見返してみたんだが、シオンちゃんマジでテストプレイの時とか以外はまともに逃げ切れたことないんだな。隠れるセンスなさすぎた。でも今回はエリアの端の方を選んだわよ。ほらほら見てよ、目の前に狼ちゃんもいるから寂しくないし、ここはなかなかいい隠れ場所を選んだんじゃない。あ、どうやらケチャップさんが隠れる時にマグマで死んじゃったみたいね。もしかしてそこ隠れんぼなのにマグマダイブするなんてずるすぎるんですけど。マグマダイブをずるいと思うのはシオンちゃんだけだよな。ということで仕切り直しですね。進んでもシオンの作戦は変わらないのよ。さっきと同じようにここに隠れるんだから。ちゃんとデコイも隣に設置できて、これなら違和感もあんまりないよな。でしょでしょ、隠れ場所としてはめちゃくちゃいいと思うんだけどな。まあスキャンされちゃったらいつかはバレるかもしれないけど、やばかったらきっとオオカミちゃんが助けてくれるわ。そんなシステムねえよ。よし始まったわ。すぐ近くにハンターの姿は見えないな。すぐにこっちに来なかったらいいんだけど。そうなんですよね、ハンターがどこからスタートするかでも結構違ってきますからね。あ、ケチャップさんが今そこの境界岸に隠れたわね。さっき触れたのってそこのマグマよね。マグマの近くに隠れようとしていたっていう事実は伝わってるから、もしかしたらそのマグマの近くは警戒されやすいかもしれないわよ。むむむ、確かに。てか早速ゼンさんが境界岸のところにやってきたんだぞ。もしかしてさっきケチャップさんが隠れるのを見てたのか。ケチャップさんが隠れたのはゲームがスタートしてからだったもんね。見られてたとしても何ら不思議はないわ。これはヤバそう。あ、今一瞬出てきて消えた。透明化を使って逃げたみたいだな。しかしあのガラスの裏で透明化が切れちまってるんだぜ。透明状態であまり遠くには行けなかったみたいですね。うまく逃げ切ってくれればいいんですが。おいシオン、シュウさんも近づいてきてるんだぞ。ヤバそうな時はすぐに逃げられるように準備しておくんだぞ。大丈夫大丈夫、ここならそう簡単にはバレないんだから。あ、でもあのシュウさんが探してるあたり、あの辺には確かヨッシーさんが隠れてたような。サプライズボールで邪魔してやろうと。やっぱりミミック同士協力しないと。あ、オオカミちゃん飛ばしちゃったんですけど。え、それはまさかの展開すぎるじゃない。サプライズ玉が当たって吹っ飛んじゃったのね。オオカミちゃんごめんなさい。まあいいじゃないか、あのオオカミちゃん多分シュウさんが手なずけてるんだろ。飼い主の近くに行けてきっと喜んでるんだぞ。そうかな、だったらいいんだけど。オオカミちゃんがどこから飛んできたのか、シュウさんがそれに気づいて警戒しなかったらいいけどな。うわマジやん、オオカミちゃんがいた方向を覚えてたらまずすぎるんですけど。まあでも今のところこっちを気にしてる素振りはなさそうよね。スキャナーの反応が気になってるみたい。あ、ヨッシーさん捕まっちゃいました。あちゃー、サプライズ弾外しちゃったか。お願いだからこっちは警戒してこないでよ。なんかシュウさん飛びそうですね。あ、やっぱり。くそー、これは次スキャンされたらバレるな。ここは邪魔を使ってスキャンを妨害して、その間に離れていってくれることを祈るわ。おーバッチリハマってるじゃないかシオン、スキャンを妨害できたみたいなんだぞ。お願い遠くに行って、この辺には誰も隠れてないんだから。もうジャマーの効果切れちゃったか。うわ、しかも検知されちゃいました。くそー、これは時間の問題かなって、間違えて変なところにデコイ出しちゃったんですけど。まずい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 、あれ見られてたらまずすぎるんですけど。あら、しかもブロックが通知されちゃったわね。石だとバレちゃったんじゃない。くそー、あのデコイは消しておかないと。これでよしっと。石とバレてなかったら分かりにくい場所ではあると思うんだけどな。確かにスキャンには引っかかったんですが、シュウさんの動き的にまだここら辺はバレてないんじゃないですか。うわ、一気に近づいてきた。あれ、でもやっぱりここは怪しまれてないな。そうよ、ここにはいないのよ。そのまま離れてくれないかな。あ、オオカミちゃん。やっぱりシュウさんが手なずけたオオカミだったみたいだな。いい感じでシュウさんの気を散らしてくれてるんじゃないか。オオカミちゃん飛ばしてよかったかも。で、こりゃダメだ。ここは潔く透明化を使って、透明化が切れる前に一気に移動して隠れ切る。よしこの位置なら少し時間かけても隠れる余裕あるでしょ。ここもエリアの端だからね、いろんな方向から見られる心配がないから比較的見つかりにくいんじゃない。このコケブロックいい感じだな。エリアギリギリのこの場所でコケブロックになってたら相当いい感じで隠れておけるんじゃない。でも残念だったなシオン、コケブロックに隠れてすぐブロックが通知されちゃったんだぞ。うん、これは悲しすぎた。武装こうなったら室内に逃げ込んでやるわ。なんとか見られずに入ってこれたかな。でもかなり殺風景な内
そうよね。これは隠れられる場所が限られちゃうわ。この赤い砂ブロックの上ぐらいしかないか。しょうがない、ここに隠れてやり過ごすわ。歩いて入ってきたら目線的にちょっと上だから、もしかしたらあんまり見つからないかもしれないしね。残り時間も3分の1ぐらいだもんな。できることならこのまま逃げ切りたいよな。透明化使っちゃってるからな。お願いハンター、こっちの方に来ないで。あと1分半ですか。なんとかこのまま逃げ切りたいところですが。うわ、誰か来たんですけど。うん、どうしようかな。誰が来たのかな。あ、ゼンコパスさんだ。ですよね。知ってた。やだ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 。このまま逃げ切れずに終わっちゃうなんて絶対やだ。ということで最強の隠れ場所を見つけました。最強の隠れ場所、どこなんだ。ここここ、ほら見てよ、ここ絶対にわかりにくくない。あら、ほんとだ、すごい場所ね。それ空から見てたらそんなところに建築が建ってるなんて思わないわね。でしょでしょ。このわかりにくい場所に隠れて、さらにシオンはブロックに化けずに隠れておくのよ。それでスキャンもされないんだから。名付けて永遠に見つからない大作戦。あら、回るそうな作戦だな。あーはっはっはっ。誰もシオンがこんなところに隠れてるなんて思わないわよね。永遠に見つからないシオンを探してさまようがいいわ。あーはっはっはっは。よし、始まったわね。シオンは見つからないから関係ないけど、最初にジャミングしてハンターたちを困らせてやりましょう。開始早々の邪魔はいいかもしれませんね。これにはハンターたちも困ってるんじゃないですか。でしょでしょ。無用プレイすぎた。ちょっと閉鎖的な場所だから視界は悪いし、周りで何が起こってるかわからないけど、圧倒的勝利を収めるにはこれしかないのよ。もし見つかっても1回なら透明化で逃げ切れるもんな。最初の隠れ場所としてはいいかもしれないんだぜ。かもじゃないんだよな。ここは最強の場所なんだから。おい、シオン、シオンが自信満々な時って何か良くないことが起こる気がするんだぞ。あんまりでかい口を叩いてるとひどい目に遭うぞ。大丈夫大丈夫、さすがにここは見つけられないわよ。てか試しに変身してみたけど、ここで変身したら真っ暗になりすぎたんですけど、やっぱり変身しないのが正義だわ。シオンはこのゲームが終わるまでここに隠れ続けてやるんだから。ん、なんかラマさんの声が聞こえたんすね。いや、ちょっと待って、スキャナーを検出しましたって。もしかしてブロックに変身してなくても検出されちゃうの。運動だったかな。なんか今まで変身せずに逃げ切ってた人たちもいたけど、検出はされるんだったかな。うわ、すぐ上で夏目さんが見つかったっぽいんですけど。でもなんとか透明化で逃げたみたいですね。このまま鬼も追いかけて遠くに行ってくれたらいいんですけど。バッチリスキャンされちゃいました。え、どうしようどうしよう、スキャンされないと思ってたのに。このままじゃここがバレるのも時間の問題なんですけど。一気に二人も捕まっちまったな。捕まえたのはセブンさんとニグさんみたいね。マイクラ経験の豊富な二人が鬼なのが手強すぎるわね。また検出されちゃった。これまずいな。どうしようかな。シオンでもまだ透明化が残ってるんだぞ。最悪透明化使えば逃げ切れるんだ。気にせずに見つかるまではここにいたらいいんだぞ。うわ、なんかデコイっぽいのも壊されたんですけど。やばい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 。これはやばい。だから落ち着けよな。だって、追われるのって何とも言えない緊張感があるんだから。うわ、すぐ上に鬼が3人もいるんですけど。こりゃダメだ。見つかって警戒される前に逃げろ。鬼が真上にたくさんいたっていうことは、一気に逃げたら鬼が近くにいる可能性が少ないっていうことでしょ。まあその代わり移動中に見つかるリスクも結構ありそうだけどね。よし、でもまだ見つかってなさそうだなーって。でも到着した場所が微妙すぎるんですけど、いい感じで隠れられそうなところがないなー。うん、どうしよう、どこかに隠れられる場所を探さないと。そっち側エリアの端っこなので、うまく隠れられれば見つかりにくいかもしれませんよね。でも草ブロックに隠れるのは禁止だから、なんとかして上で隠れないといけないわね。いや、これは厳しいかもしれない。どうしようかな、どこに隠れようかな。シオンもたもたしてると鬼が集まってきちゃうぞ。覚悟を決めてブロックになりきるんだ。うわ、やべー、隠れる前にまたスキャンされちゃったんですけど。結構時間が経っちゃったから鬼が集まってきてるな。うわ、これは絶対絶命です。うわ、ヨッシーさんだ。ここにいたらやり過ごせないかな。あ、これはまずい。助けて、見逃して。やだ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 、絶対に逃げ切るんだから。こんなところで捕まるのは嫌すぎるんだから。うわ、また検出されちゃってるんですけど。ヨッシーさんにバッチリ見られたんだぞ。これで追ってきてないわけがないんだよな。あれ、追ってきてない。あー、はっはっはっは。どうやら巻いたみたいね。ふふふ、見た見た。シオンの逃げ足が最強すぎたんですけど。すごいじゃない、シオンちゃん。あの状況からよく逃げ切ったわね。うわ、でも今近くにセブンさんがいたな。これは油断できないんですけど。この辺のエリアの端っこに隠れようかな。でもさっきセブンさんに見られてた可能性あるよな。もうちょっとしっかりと巻いてから変身した方がいいんじゃないか。そうなんだけど、周りに鬼のネームタグが多すぎるんだよな。うわ、またセブンさんだ。でも向こう向いてたわよね。今のうちにどこかに隠れて何かに変身しないと。よし、ここでいいわね。ここで階段かなんかに変身したらわかりにくいはず。うわ、ちょっと変身できないんですけど。間一髪すぎた。お、見つけられなかったみたいなんだぞ。よかったじゃないか、シオン。これでようやくゆっくりできるんだぞ。だったらいいんだけどな。で、また戻ってきてるじゃない。うわ、ダメだこりゃ。さすがにこのまま最後までバレないわけがないんだから。どこか別の場所を探さないと。どうしようかな。透明化できてないからな。うわ、すれ違ったんですけど。やばい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 。あの
距離ですれ違ったのはやばい。これは確実に追いかけてってるわね。シオンちゃんもうこれは全力で逃げるしかないわよ。そんなこと言われても、うわ引っかかっちゃった。もしかしてもう追いつかれちゃう。お願い見逃して。あれ、もしかして逃げ切れた。そんな甘くないですよね。最終戦だー。そうよシオンちゃん、日本かくれんぼも正真正銘のこれが最終戦。この勝負を勝って優秀の美を飾るのよ。頑張ってシオンちゃん。なんと今回の鬼の中には、シオンちゃんと同じく全てのかくれんぼに参加してきたシュウさんとセブンさんとユッチョビさん。この3名が鬼に入ってるのよ。図らずとも最高の舞台が整いましたね。最後に逃げ切れれば今までの失敗が全てチャラになりますよシオンちゃん。全てチャラにはならんだろ。今までの失敗が、全て、チャラに。これは頑張るしかないんですね。だから全てチャラにはならないよ。それにしてもすごいメンバーなんだぞ。今まで一度も逃げ切れてなくて、なんとしても逃げ切りたいシオンと、それを阻む皆勤賞の3名。この勝負はマジで熱すぎるんだぞ。見てなさい、絶対の絶対に今度こそ逃げ切ってやるんだから。今までのシオンの集大成を見せてやるのよ。となったらこんなところに隠れてる場合じゃないわね。本気でこの勝負取りに行くわ。さっきも本気じゃなかったのかよ。さっきはさっきで本気でした。ですよね。むむむ、エリアの端っこに隠れてやろうかと思ったけど、ここには先にケチャップさんが隠れてるわね。ちょっと別の場所を探そうっと。ガチで勝ちに行くのね。それじゃあ最初の場所選びは重要よね。そうでしょ。なるべくエリアの端っこの方で、周りの状況も確認しやすいところがいいと思うんだよな。確かにね、高いところもいいとは思うけど、最近は高い場所も結構警戒されてるから、高いところも割と見つかりやすくなってるのよね。お、あっちの島、この辺ならあんまり見つからないんじゃない。今回のエリアに含まれてはいるが、そこは九州だからな。ルール上範囲内はどこに隠れてもいいから、九州に隠れるのも全然 OK よ。今までの経験からシオンが導き出した最高の隠れ場所はここです。おっと、これはかなり強そうな場所なんだぞ。エリアの本当に限界ギリギリのところじゃないか。ふふふ、そうでしょ。しかも隠れても全然不自然じゃないし、ここめちゃくちゃ強いと思うんだけど。さすがですねシオンちゃん、今回は本気で勝ちに来たんですね。当たり前なんだよな。正真正銘のラストバトルなんだから、絶対に悔いは残したくないのよ。始まったんだぞ。よし、すかさず開始してすぐの嫌がらせ。邪魔で鬼たちの視線を妨害してやるんですね。よし、これで鬼さんたちも困るでしょ。うわシオンちゃん、あっちのビルの上にユッチョビさんが現れたわよ。でもスキャンできないからか、ゆっくり奥側に降りていきましたね。そしてこのタイミングでジャマーの効果が切れたようです。ふっふっふー、これジャマーがいい感じで刺さったんじゃない。ジャマーなかったらもしかしたら検知されてたかもしれないもんね。お、あれってシオンが隠れてたコケブロックのところかな。誰かが隠れてるみたいだな。てかシオンちゃん、シオさんが近くにいるじゃねえか。むむむむむ、さすが経験豊富なユッチョビさんに。シオさん、まだゲームの序盤なのにこんなエリアの端っこに来るなんて、これはさすがなんだぞ。でも今のところまだスキャンはされてないよな。ここを乗り切ればだいぶ有利になるんじゃないか。乗り切りました。やっぱり最初にユッチョビさんとシュウさんの姿を見てから、全然鬼さんがこっちに来なくなったわ。ガチのエリアの端っこだもんね。最初にスキャンに全く引っかからなかったのが本当に助かったわね。これは勝てるかもしれない。は、誰だ。あ、デンさんだ。暇すぎて様子を見に来たのかしら。あれ、あそこハンターいない。うわ、なになになに、なんかサプライズ玉投げられたんですけど。いや、それよりも鬼に気をつけなくちゃって、ついにスキャンされちゃったんですけど。これはちょっとまずそうですね。エリアの端っこだからスキャナーにはかかりにくいですが、一旦かかってしまうと後ろにエリアがない分、場所の特定が容易になってしまいます。シオンちゃん、そろそろ見つかると思っていた方がいいですよ。うん、やっぱりそうか。場所が特定された後の動きが大事なのよね。この間は間違って透明化を飲めなかったり、逃げる時にもいろいろミスをしてきたよな。シオンちゃん、泣いても笑ってもこれが最後だぞ。悔いが残らないように逃げるんだぜ。オッケー、任せておいて。ギリギリまで耐えてから一気に逃げてやるんだから。うわ、まずいぞシオン。セブンさんだ。ついにセブンさんまでこの近くに現れたんだぞ。だいぶミミックも捕まっちゃってるもんね。この辺りが怪しいと思って鬼が集まってきてるのかも。残り80秒、ここで隠れ切るのはちょっとしんどいかもしれない。シオンちゃん、覚悟を決めてね。うん、わかった。でもまだよ、まだ頑張れる。シュウさんやユッチョビさんがどこにいるかわからないし、逃げるならできるだけ鬼たちを引きつけてから逃げたい。名前の特定まではできないけど、鬼さんも結構集まってきてるっぽいわね。セブンさんもじりじりと距離を詰めてきてるんですよね。今だ、ブロックが通知された。今がチャンス。透明化を使って一気に移動。そろそろ透明化が切れるから飛んで逃げるのはやめて、周りに鬼がいないか警戒しながら反対方向を目指すわ。なんとか大丈夫そうなんだぞ。やっぱりさっきの場所に集まってたのか。よし、ここまで来たらさすがに見つからないでしょ。でも念には念を、なるべく見つかりにくいように海側を急いで移動して、エリアの端から端まで駆け抜けるわよ。これは考えたわねシオンちゃん。エリアの端に隠れて鬼を引きつけておいて、見つかりそうになったら透明化を使って一気にマラクに移動するのか。そういうこと。こうすればこっち側に鬼がいないし、いきなりマラクまで移動してから探し出す鬼もいないと思うのよね。これがシオンが編み出した最強の隠れ方。すごいんだぞシオン。残り25秒、これはいけるんじゃないか。絶対にいけるでしょ。シオンのブロック隠れんぼ集大成、ここで見せつけてやるんだから。鬼さんたちもやっぱりこの辺りには姿は見えないな。これは完全勝利。
やった？やったわよみんな。最後の最後で、最後の最後で逃げ切ったぞー。やったわねシオンちゃん。本当に、本当におめでとう。最高なんですねー。なんとも言えない達成感だわ。これで思い残すことはないんですねー。ということでこれが最終回、シオさん主催の日本かくれんぼでした。一つだけ録画ファイルを消しちゃって動画化できなかったけど、なんとかすべての企画に参加して完走できました。素晴らしい企画に呼んでいただいたシオさん、ご一緒したゆっくり実況者の皆さん、本当にありがとうございました。シオンが最後に逃げ切れたこと、よく頑張ったと思ってもらえたら、チャンネル登録に高評価もよろしくね。この企画が好きだったと思ってくれた人もよろしくなんだぞ。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね。バイバイ。